それでもあのあっちの地区そうですよね。であのマンダラケもあるんですよね、うんうん、あ、ま、皆さんご存知ですか、マンダラケって。僕はあんな世界があるんだなと思いましたけど、一応上場企業ですよね。ねえ、上場企業。あ、そうなんですか。もともとはあそこにあったんでしょ、あの中野ブロードウェイ。ブロードウェイですか。あの中野ブロードウェイのあのビルもすごいですよね。すっごい、地震来たら一発ですよね。中がなんかそんなフィギュアとフィギュア屋とか。そう、僕が昔行った時はそんなになかったんですよ。あ、そう。あそこにアバックっていうオーディオ屋さんがあったんですね。まあ今もあるんですけど、うん、もうちょっと怖いですね、あそこに。あれ、俺もこれ行ってきたんですけど、そっちの方に時計もあるんですね。多いですね。俺知らなくて、亀吉。あ、そう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 。行ってもその亀吉って見て、あ、こんなとこ全然不釣り合いだなと思ったら、結構入ってたんですよ。これで歩いたらあっちにもこっちにもあるんですよね。どんな時計なんですか。あのロレックスとかの中古です。そう、中古の中古の中古のブランドの聖地なんです。中古のブランドのね。でも結構ね、何百万とあるんですよね。ええー、と思って。カメラ屋さんもありましたよね、中古の。そうです。中野結構有名なの。あれなんだっけ。あそこもそうでしたよね。勉強した目の前の。そう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 。ね。だから聖地なんですよ、ね。中古とかああいうのの聖地だったんですよ。ああ、うん。でも今なんかどっちかというとそのマンダラケが店舗が開くと入るんですってそこに。何店舗ももうあのシャスコマンダラケ。ああ。一店舗、昔は一店舗だけだった。俺でもそこも入ったんですよ。やっぱね、昔の懐かしいドカベンとか、ね、古いやつね。そうそうそう、あのキャあのドカベンはまあどこでもあるけど、プレイボールでしたっけ、あの五十嵐なんとか、はい、キャプテンとか、はい、あれも世界ですよね。今全然違うんですよ、ネットのやつで全巻揃ってる漫画しか売らないとかあるんですよね。あのもう要するに1巻から最終巻までをセットでしか売らないっていう、うん、それがすごく当たって、そうでしょ、あの出版社ともなんか小さな会社と直接契約できて、で売れるのはいいじゃないですか、うん、でなかなかそれってアマゾンでもできないし、あ、揃えるっていうのはできないんです、うん、そのなるほど、手間かかるから。え、それ新品ですか。新品です。新品、最初ね、中古で自分で、あの、新品、新品、新品で、最初は自分であちこち探し回ってて揃えて売ってたんですけど、売れるんで出版社が直接契約してて、全巻、あ、なんだっけ、全巻ドットコムとかなんかわかんないですけど、うまいんですよ、やり方が。それ大人買いですよね。あ、大人買い、そう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 、はい、